皆さんこんにちは私はーヤオ。私と一緒に未解決ミステリーの探索へ出かけましょう2023年の春スタンフォード大学の生物工学研究所で奇妙な出来事が発生しそれが思わぬところから新たながん治療法の発見を導くこととなりました一体何が起きたのでしょうか実験室には実験に使われる数匹のマウスがいて いずれも皮膚がんを患いお腹に腫瘍ができていました研究チームはこれらのマウスの頭に奇跡の軟膏を塗りつけましたなおその軟膏薬は腫瘍に塗られたのではなく腫瘍から離れた頭皮に塗られたものであることに注意していただきたいのです驚くべきことにそれから数日後その腫瘍は実際に目に見えて小さくなりやがて完全に消えてしまったというのです <music>